笑顔を届ける人に密着したドキュメンタリー。小児大阪新世界。7月の猛暑日、そんな大阪をより熱くする人たちがいました。プロレスリング支援プロレス団体です。2010年3月に旗揚げされたプロレスリング支援は、大阪を元気にを理念として、プロレスを通じ様々なイベントを盛り上げています。団体名である支援は、支援の意味も込められています。そこで今人気なのは、大久保博人さん、持ち前の明るさが評判の選手です。そんな大久保さんに密着しました。おはようございます。よろしくお願いします。現場に集合するのは公演が始まる6時間前。はい、今日はもう完璧ですね。今日は当日最初に行うのは練習ではなく、会場の設営、こういった裏方の仕事も全て選手たちが行っています。試合前の雰囲気は予想以上に和やかです。まあ、やっぱりまずみんな仲がいいなっていうのは思いまして、結構先輩後輩は厳しいところは厳しいですけども、他の団体と比べても仲良すぎるぐらいかなってぐらい仲はいいイメージですね。はい、今団体で勢いがあるのはアスカザワールド、気合龍拳エッチャン、大久保さん率いるザ・リクボ。ザ・リクボは笑いをテーマにしたプロレスをしています。この日の前説は大久保さんとアスカザワールド。まあ、あのギャグとかもしてますけどね、意外と知られてないんですけど、まあ、真面目ですね。めちゃくちゃ裏では、まあ、すごい真面目に試合前とかもド緊張してるんで、まあ、プロレスに対する姿勢は本当に真面目な人間ですね。この日の試合は見事勝利しました。公演後、見に来てくれたファンとの交流を欠かしません。これも人気の一つです。やっぱり試合終わってからお客さんとかに自分の試合を見てもらって、面白かったって言ってもらえるのがやっぱ一番励みになるし、やっぱ自分の中でやっぱ一番の励みですね。地元京都、そこにあるスポーツジムが大久保さんの仕事場です。大久保さんの人柄を聞いてみました。おおらかですね。会員さんにも親身に対応してくれてる、スタッフの信頼の厚い、とってもいい子です。仕事が終わるとそのままジムでトレーニングをする大久保さん。今日は支援の後輩谷口さんも一緒です。もうとにかく面白いです。なんかこうトレーニングとか練習とか試合になったら全く別人ですね。もうこの緩急がすごいですね。やるときとやってないときの差が激しいですね。幼稚園みたいでしょ。幼稚園で見たことあるもんな。幼稚園のね、マフダみたいな感じ。こっち感じやから。大久保さんにとって笑顔とは、意識してるのは常に自分がずっと笑顔でいることが一番なのかなと思いますね。やっぱ自分が笑顔じゃないと、その相手も笑顔になってくれないと思うんで。大阪上本町、この日試合が行われる上本町ハイハイタウンでは、すでにたくさんの観客が集まっていました。明るい笑顔を見せる大久保さん。
ンピオンの、赤の方がマグロの方が、赤のは、はい、最初の緑の方がライバーキーズの選手。場外ライト、大変危険ですので、お客様離れてください。選手に力を入れなさい。椅子が飛んできます、本当に。先ほどまでとは一転、苦痛の表情に。それでも2人で連携し、無事勝利を収めました。今日の試合が終わり、ザ・エクボの3人で締めをしていた時でした。思いもよらない出来事が起きてしまいました。ここはどこですか？ハイハイタウンですか？楽しくやりたい、明るくやりたい、それが無料興行ですよね。無料興行にゃー白七つ工業はいらんのですよ。お前ちょっと締めてくれ。おい、本当に8月21日、お前、俺がエクボに勝ちたく必ず見てください。そしてエクサイが必ず見まして、試練の最強王者として飛んでくるんで、プロレスラー大久保博人、これからも誰かの笑顔のために戦い続ける。まあ、やっぱ試合やって、まあ、自分も試合して最高に楽しいのあるし、試合終わってからお客さんに、楽しかったとか面白かったって言われるのが最高にやりがいがあって生きがいがなって感じたんで、一番面白いプロレス団体って言われるような団体を目指して、全力で頑張ってきますのでお願いいたします。